周りにサマーズ博士って呼ばれてるけど、ここ読んでくれ。ご視聴ありがとうございます。スポーツピックです。エイペックスの今日の動画内容はグラビティリフトの場所紹介とちょっとした実験完了時の報酬を皆さんに紹介していこうと思います。まだ完了してない方もたくさんいると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速どんな感じで始まったかっていうのを、見ていただきましょう。実はエイペックスゲームのデータを取りたいと思ってるんだよ。あんたのそんなに難しいもんじゃないし、もちろん嫌なら断ってくれていい。体がバラバラになることはないから安心していいよ。保証する。指定のチャレンジをこなしてくれたらそれなりのお礼はするよ。どれ実力を見せてくれないか。とこんな感じでちょっとした実験が始まったわけなんで、ちょうどロビーに戻りまして、チャレンジ内容を見ていただきます。ちょっとした実験ということなんで、大した内容じゃないと思うんですけど、すぐできると信じたいと思います。ちょっとした実験増えてるね。10回ノックダウン、普通にやってればすぐ終わるやつですね。早速これもうクリアしちゃいましょう。で報酬をゲットしたいと思います。じゃあちょっとランク間じゃなくてカジュアルでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。さあチャレンジも終盤になってきています。ちょうど優勝できそうなので、ここで退出してもいいんですけど、せっかくなんで最後までやっていこうと思います。はい、ダウン、ワンダウン、完全有利。これで上に登って強ポジ、完全有利。優勝は 100% と言っても過言じゃない、そんな状況です。さらにもう1人ダウン、1v3 ですね。とりあえずグレ投げていじめちゃおうか。ここでテルミット当たんないかな。出てこい。優勝しました。完璧な終わりですね。これでチャレンジは全てクリアしましたんで、早速報酬の方をもらっていきたいと思います。どんな内容なんでしょうか。報酬マッチを退出、これで終わってるはずなんだけど、大丈夫かな。はい、終わりましたね。よし、レベルアップ。ほう、大したもんだね。感心したよ。訓練場に戻ってきてくれ。さあ何をくれるんでしょうか。またなんか出たね。見事なもんだ。次はラウンド2だよ。はい、ラウンド 2？ 楽しんできな。なんだこれ、グラビティリフトカード。おい、ちょっとした実験じゃないじゃん。ちゃんとした実験じゃないのかよ。取れないし、ラグで取れないし、なんだよもう。ではロビーに戻ってきました。さあチャレンジが追加されてるということです。何、ワールドエッジとキングスキャニオン両方やんなきゃいけないの。増えてるじゃん。とりあえずリフトを起動するのね。 OK。 でまず最初はワールドエッジの精錬場のグラビティリフトの場所ですね。とりあえず精錬場におりまして、今のところなんですけど、最初は迷ってしまいました。ほんと最初ね、1個目なんでどこにあるのか全然わかんないし、どういうものなのかも全然わかんなかったんで、ちょっと探すのに苦労したりしましたね。この下にあります。この下にあるんで、皆さんはもうこんな迷う必要なく、すぐさまここに向かってください。で多分ね、これ情報が出回ってくるとみんなが集まりだすんで、早めにやっといた方がいいかもしれないですね。ただこの4スティックがしっかりと部隊を全滅させてもらいまして、ここでですね、これ見つけちゃったんですよ。多分これだと思うっていう感じだったんですけど、早速起動します。するとなんとこのよくわかんないグラビティリフトですよ。これがスーッとで一定時間すると消えるような、まあ、風の噴射みたいな感じの装置ですね。これによって上を取ることができると。素晴らしい。続きまして、ワールズエッジスカイフックのグラビティリフトの場所を紹介していこうと思います。正直に言いますと、ここが一番迷いました。本当にどこにあるか分かんなくて、中央の高い建物の近くにあるんだろうなっていう風に予想したんですけど、全然違う。その手前のリスポン地点がある建物の近くにありました。こちらですね。はい、では3番目、キングスキャニオンの航空基地のグラビティリフトの場所を紹介します。もう形も分かってたんで、まあ、航空基地のグラビティリフト使う場所っつったらここら辺でしょっていう感じでおりましたら、なんと敵も寄ってきてましたが、これね、最初は自分が起動してないんで、これ多分敵が起動したんじゃないかなと思います。なんでこの起動をしたいだけなんで、ここで順番待ちをすると。なんということでしょう。バトロワなのに敵と一緒に遊んでるっていうこの光景、エイペックスって素晴らしいですね。本当に面白いよ。でまたキャラが可愛いですからね。ちなみにこれ敵ですね。はい、楽しんでます、みんなで。はい、面白い。あ、さらに増えましたね。ブラッドハウンドも来ました。全員敵ですね。自分だけ1人と思いきや味方がいて、なぜかわかんないけど射撃するという最悪。では最後はキングスキャニオンのリバルサーステーションのグラビティリフトです。まあ、こちらになります。マップでいうところのここですね。まあ、すぐにわかると思います。まあ、ここ登れるのは便利だよね。これでミッション完了です。では、報酬は何がもらえるのか、ロビーに戻りたいと思います。何もらえるんだろう。なんもないけど。え、完了してないのかな？完了してるよね。じゃあ、射撃場だな、多分。射撃場に行きましょう。あ、モニター起動。こりゃ驚いた。かなりの腕前だね、ニュート。巧みな戦略、大胆な作戦。このデータは必ず役に立つよ。あんたと対決するときにね。おっと、悪かったね。自己紹介を忘れてたよ。マリー・サマーズ博士って呼ばれてるけど、こぶ読んでくれ。ホライゾン、また近いうちにね。なるほど。すべてミッション完了すると、ホライゾンの映像が見れるようになりました。そして、気になる報酬は、ロビーに戻ると、もらえるみたいです。それでは、ロビーに戻ってみましょう。気になるとこですね。報酬が一番。なんだろう。ほー、バッチですね。バッチ、ホライゾンの被験者。そして武器チャームニュート、この2つが報酬としてもらえるみたいです。ぜひまだミッション完了してない方は動画を参考にしてやってみてください。まあわりかし簡単なミッションの内容なんで、すぐにできると思います。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ボスビックでした。さようなら。前だね。ニュート、巧みな戦略、大胆な作戦。このデータは必ず役に立つよ。あんたと対決するときにね。ワット悪かったね。自己紹介を忘れてたよ。マリー・サマーズ博士って呼ばれてるけど、こう呼んでくれ。ホライゾン、また近いうちにね。